ようございます。二日目の朝です。少し曇っていますがいいお天気。朝ごはん付きのプランなので、食べに行きますよ。朝食会場に到着しましたよ。初めてなので、お姉さんがいろいろ教えてくれます。どうやら白米はおひつごと、持っていくみたいですね。味噌汁にはわかめとなめこを入れましょう。こちらはお刺身のコーナーですね。この日はいくら、マグロ、エビ、イカ、がありました。今取っているのが、ウニおにぎり、だし茶漬けにしていただきます。焼き魚は、サバの塩焼きと鮭がありました。洋風なおかずですね。ビーフストロガノフ、アクアパッツァ、ラタトゥイユなど。朝食の定番、卵と納豆も嬉しいですね。これがご飯ですか？お弁当箱みたいですな。ビーフストロガノフと、インカの目覚めもいただきます。中華天津のコーナーではシューマイを。飲み物は牛乳、トマトジュース、マスカットジュース、水、オレンジジュース、アップルジュース、シリアルもありましたね。やっと揃いました。シューマイ、グリルチキン、インカの目覚め、ビーフストロガノフ。味噌汁、マグロ、イカの刺身、イクラ、ウニ出し茶漬け、サバの塩焼き、半熟卵です。そしてオムレツとスープカレー。この陶器がおひつになっています。ピカピカの銀シャリです。少し固めに炊かれており、私好みでした。それではいただきます。初手の味噌汁。優しい味で落ち着きますね。なめこも美味しいです。ビーフストロガノフを。初めて食べたのですが、ハヤシライスのルーの部分という感じですね。牛肉が美味しいです。ウニおにぎり茶漬けのために、先に出汁にディップしておきます。マグロはもちもち。イカは甘いです。朝ごはんで出てくるレベルじゃないですね。ではウニおにぎり出汁茶漬けを。ウニの風味が香ばしいですね。オムレツはデミグラスソース入りにしました。一つ一つの料理のクオリティが高いですね。明日は洋食で攻めたいと思います。ごちそうさまでした。お部屋にはコーヒーを持って帰ることができますよ。その後食べ過ぎて動けなかったので、2時間ほど少し部屋で休憩しました。もうお昼です。ホテルから一歩出るとめちゃめちゃいい天気。天気がいいのでレンタカーを借りますよ。借りました。函館、とつく、前駅あたりに来ております。渋い、こちらのレストランに来たかったんですよね。早速ですがまずはこちらの、平日、ランチ限定のビーフカレーセットから。血糖値を上げないため、野菜からもぐもぐ食べていると。本命が到着しました。単品でエビフライ、中サイズです。さてここからが本番だぜ。ビーフカレーをかけましょう。子供の頃からこの入れ物で食べるカレーは、2倍、いや3倍ぐらい美味しく感じます。なんかテンション上がるんですよね。ビーフカレーは甘めで、牛肉がトロトロですね。うまく表現できないのですがとても、上品なカレーです。さすがに、このサイズのエビフライは、かぶりつけないので、切り分けたいと思います。レモンを絞って、タルタルソースも、これでもかと乗っけていきますよ。エビフライは熱々で身がでかい、プリプリな重厚感がたまりません。タルタルも甘くて美味しい、エビフライの究極みたいな、エビフライです。エビフライをカレーにオンしますよ。カレーをかけて。タルタルの酸味、
カレーの甘さ、エビのプリプリ感が、口の中で大暴れ。美味しいですなぁ。食後のコーヒーも苦くて美味しい、感服いたしました。ごちそうさまでした。美味しいもの食べてお腹いっぱいで、いい気持ちですね。ちょっと朝から食べ過ぎなので、花園町にあるあそこへ向かっていますよ。痛風と糖尿病の予防のため、少し筋トレをしておきますよ。ベンチプレスをして。インクラインベンチプレスをして。広背筋を鍛えて。2時間ほど汗を流しました。いいワークアウトをしてお腹も空いてきましたが、ちょっと立ち寄りたいところがあるので。若松町あたりを走っていますよ。去年の夏にも来ましたが、土方副町のお参りだけはしっかりしておきます。土方副町、また来年も来ますので、ベイエリアまで車を走らせますよ。こちらの超有名な喫茶店で、もう少し時間を潰しますよ。コメダコーヒーってあまり利用したことがないのですが、全席にコンセントがあり助かりました。お店を利用すると駐車場が2時間無料なのも、このエリアは時間貸し駐車場が結構高いので、ありがたいですね。2時間ほどゆっくりさせていただきました。次はお友達に教えてもらった函館のスイーツを買いに行きますよ。こちらの可愛いお店でプリンを買いますよ。たくさんあって悩みますなぁ。3種類ある食べ比べセットみたいなのを購入しました。夜にホテルで夜食として食べようと思います。ではそろそろ時間なので、レンタカーを返却して、一度ホテルまで戻りますよ。紙袋もガーリーな感じで可愛いですね。こちらが購入したプリンです。おしゃれなプリンですね。冷蔵庫で冷やしておきます。大浴場でお風呂に入って、少し昼寝をしました。晩ご飯を食べに行きますよ。路面電車の駅に到着しました。電車に乗って、松風町で降りますよ。少し街をブラブラして、こちらのお店で豚丼を食べたいと思います。豚丼、温玉肉増し、味噌汁を注文。まずお肉が分厚い。ジューシーで肉が甘くて、タレは甘辛。途中から山椒をかけると、なお美味しい、筋トレした体にぴったりな食事ですね。今回は帯広っぽい、タレ豚丼を注文しましたが、塩味の豚丼もあるみたいでした。がっつりな豚丼、ごちそうさまでした。それでは歩いてホテルまで戻りましょう。あれ、帰り道にラッキーピエロが。ラッキーエッグバーガー、ラキポテ、バニラシェイク。それではラキポテから。ラキポテはポテトにチーズとミートソースがかかっています。ちょっとしなっとしたポテトにかかってるミートソースがマッシュポテトのグラタンを食べてる感じです。ラッキーエッグバーガー、相変わらずこのバーガー重たいです。後から調べると 300g あるとのこと。こちらもミートソース味、ハンバーグの焼き具合が絶妙です。もちろん生ではないんだけど、焼きすぎていないので、めちゃくちゃジューシー。目玉焼きも嬉しい。ソースにみじん切り玉ねぎも、楽しい食感です。締めはシェイクですね。シェイク美味しいけどめちゃめちゃ、吸引しないとストローから出てこない。ワイの飲み方が下手くそなんでしょうね。大変美味しゅうございました。それでは今度こそ、本当にホテルまで戻りますよ。たくさん食べたので眠たくなってきました。それではおやす、と思ったけど、プリン食べるのを忘れていました。
左から、いちごプリン、函館牛乳プリン、いちごミルクプリン。いちごプリンからいただきますよ。ジャムみたいなのが上に乗っていますな。上に乗ってるのはジャムかと思いきや、ジュレですね。そんなに甘くなくて、いちごの爽やかな酸味がします。仮想のプリンと、一緒に食べると美味しいですね。ほうじ茶でお口をリセット。お次は函館牛乳プリン。しっとり系のプリンっぽいですね。牛乳の風味豊かなプリンですね。優しい味に感じました。バニラビーンズの香りが爽やかでいいですね。そこにはカラメルソースがあって、ほのかな苦味が少し大人っぽい風味になりますね。再びほうじ茶でお口をリセット。最後はいちごミルクプリン。ジュレ、ムース、プリンの3層になっていますね。一番上のジュレは、いちごプリンと同じで、ピンク色のムースはきめ細やかで、舌の上でとろけます。全部美味しかったのですが、個人的には2番目の牛乳プリンが、シンプルな感じで好みでした。ごちそうさまでした。そしておやすみなさい。突然のカットイン失礼いたします。投稿主のペロです。パート2の動画もご覧いただき、ありがとうございます。案の定前後編の2部作で、まとめきれませんでした。次回のパート3で間違いなく、完結します。パート3ではカキやウニを食べたり、オムライスを食べたり、カニやお寿司を食べております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。もし動画が面白ければ、チャンネル登録、お願いいたします。